女子プロレス、今日のラインナップは、奥津のファイナルランニングもますますヒートアップ。新宿リキッドルームでは久住との新世代対決、そして後楽園では先輩のキューティーが迎え撃つ。夏だ、プールだ、 JWP だ。毎年恒例逗子マリーナでのプールサイドマッチの模様も特別にオンエア。今回の餌食はデビルか、それともかなちゃん。ついに登場、ガイアジャパンの北斗晶、古文の松本を従えてオズアカデミーと激突。尾崎と北斗の企みが今宵明かされる。まずはこちらから。青森久住智子選手の入場です。ライブハウスで行われますキャンディー奥津のファイナルランニング、相手は今回は久住智子であります。いや、小手さん、何かこうライブハウスと言いますと、いつもの会場とは違いますので不思議な感じしますね。そうですね、選手はどうなんですかね、やりにくいんじゃないかなと思うけど、もう慣れてるんですかね。しかし結構こうこじんまりとしまして、はい、お客さんも今日たくさん入りましたので、何かこうお客さんの熱気が伝わってくるような感じですね。やりのもしれないね、はい、選手は乗って戦うことができるかもしれません。まず千葉リングアナウンサーから久住智子がコールされています。まもなく久住智子が登場します。現在の JWP のジュニアのチャンピオンです。本当に一戦ごとに何かこうたくましくなってきてますよね。まあ、前回は福岡に挑戦したんですが、これは無差別級、はい、しかし残念ながらベルトを取ることができませんでした、まあ、しかしこういった経験を積み重ねることによって久住自身もね大きくなってきますから、はい、今やもうジュニアの堂々たるチャンピオンになっています。さあ、そして変わりましてキャンディーの登場。赤コーナーからキャンディー奥津選手の入場です。おそらく今日このライブハウスに詰めかけました。お客さんの中にはキャンディー見たさに来た方ももうたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。新宿リキッドルームで行われていますキャンディー奥津対久住智子の一戦。まあそれは言っても過言ではないでしょうね。おそらくそうでしょうね。あと何試合見られるか、正確なところはちょっとわからないんですけれども、とにかくもう数が少ないことは間違いありません。キャンディー奥津ファイナルランニングシングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー136ラウンド久住智子。 JWP のジュニアのチャンピオンです、久住智子。青コーナー138ラウンドキャンディー奥津。引退間近、キャンディー奥津です。そして元ジュニアのチャンピオンでもあるんですよね。もうそういうことですね、まあ、初代のチャンピオンであります。しかし現在こういった形でまさか戦おうとはちょっと思ってませんでしたけどもね、それとね、今日2人ともですね、調子良さそうですね。はい、上がってきた時ね、感じで分かるんですね。あこう軽いステップあるいは表情からですか。はい、そうです。さあ、ゴンが打ち鳴らされました。どういったまず口火を切りますか。選手によってですね、はい、仕草がですね、リング上がった時に仕草っていろいろあるでしょ。ダイナモンってなったらダイナモンっていろんなこうシャボンですぐ立ち上がってるとか、ありますね、ありますね、そういう仕草を、ね、やってる時はね、通常なんですよね。それができない時はやっぱり調子悪いっていう部分があるんですね。なるほどね、はい、知らず知らずこう体からそういったものが出てるわけですね。そういうことですね。この確かそういえば両者の表情も生き生きとしています。まずは教えたのはキャンディー、膝を持っていきました。そしてロープに振ります。クリミが戻ってきます。カッターサイドキック気味、トラス気味に決まっています。ボディスラムカバーに行きます。これはまだ早いところでしょう。まず反動をつけてそのもらってしまった蹴りを返していきます。今のも殴るだけなんですね、足を持ってて殴るでしょ、はい、相手はバランス崩してしまいますから、そういううまさありますね。ちょっとしたことですけどね。そしてすかさずこのボストンクラブ、久住もいい表情になってきています。この人こそリングとそれからリング外が違うっていう表情も珍しいですよね。これだけのこう厳しい表情はもうめったに見せません。まあリング内になるとこういった表情が出てくるんですが、まあ普段溜めてるんでしょうね、そういった気をね。そうですよね。リング降りたんですね、控室の中で行ったんですね。いい娘ですよ。ですよね、はい、非常に人気のあるキャラクターをしています久住智子。
クルックヘッドシダースではないです。クビオンの字っていう感じですね。クビオンの字、はい、クビオンの字です。うつ伏せになっています。なんとか抜けました。足を決めます。まあ、今の首の抜き方も強引ですけどね、それでも強引でも抜きましたから。 STF じゃないですね、これね。じゃないです、足両振ってで弓矢のように固めています。ロープにわずかに届いたんですが、今がちりと届きました。さて、このキャンディーお靴なんですけれども、はい、まあ、小鉄さんもね、この JWP ずっと見てらっしゃいますが、はい、キャンディーには何かこうスタートの時の思い出というのはありますか？そうですね、まあ、練習熱心のさることなんですね。そのループの使い方ですね、はい、それからこのレスリングセンス、抜群なものですね。ですね、まあ、多分女子プロの中で5本の指なんでしょうね。あ、そうですか、はい。もっとタッパが身長があったらという、ね、声もよく聞きますけどもね。よく僕らからしたらですね、10センチ高かったらね、プロの使い方変わったとかよく言いますけどね、はい、クレオパトラの花と一緒ですね。あとチョークをアピールしています。後ろからスリーパー、これはスリーパーです、はい、スリーパーですよね、はい、はい、しっかりと入ってますね、これね。今解きます。ボディシダース、こういったパワーも徐々につけてきています。久住智子、本当にこれ足首決めちゃってるから、はい、ああ、はい、どう締めていきます。同締めスリーパーでもうっかりきてその足を逆に取られてしまうので気をつけなければいけないっていう選手にね、はい、よく聞くんですけれども、足を交差してますから、そういうふうに乗せられてしまったらですね、たまりませんね。これで自分の足をこう乗せてしまうわけですよね。そういうことですね、はい、それで決まってしまいます。今はそういった体勢にはなっていません。自ら回転してきます。ロープでブレークを狙います。キャンディ今日は両者とも立ち上がりから非常によく体にキレを見せています。さあ、ボストンクラブのお返しでしょうか。逆エビ固め、これでさあ右足を立ち上がり出すことができます。押し落としました。これはキャンディーにとって一番きついことです。まあ、これは毎回言っていますが、思えばこの腰痛のためどうしてもプロとして続けていくことができないということもありまして、引退を決意しましたキャンディー・オフツ。そのまあ一番泣きどころという腰を痛めつけていきます。シャチホコのような形になりました。これも柔らかいから多分持つんですけどね。まあ、だけど腰というのはどのレスラーもね、ある程度多かれ少なからやってるようですね。そうですね。小手さんどうですか、腰というのは痛めたことありますか？悪いですね。ああ、そうですか、はい、あーと完全なもう差し込んになりました。ほら、首のあたりもかなりきついんではないでしょうか。自分の肩が抜けないわけですよ、ですからどうしてもこれ反ってしまうんですよ。高いでしょ、はい、ですから角度が高いしですね、昔はこういうボストンクラブってなかったんですよね。あ、みんな腰を落として、それで相手の体の上に乗ってしまうのがボストンクラブって、はい、今もう何種類も出てきましたね。いろいろな技が少しずつアレンジされています。コーナーに振りました。クズミ、いや、キャンディーがそれを返します。この辺がキャンディーらしい動きです。ドロップキック、腰からちょっと落ちてしまいましたか、キャンディー。そして DDT、 このキャンディーの残り少ない試合を静かに現在は見つめています。新宿リキッドルームのお客さん。キャンディーは途中で話してしまいましたね、はい、あれ最後まで持ってるも思って聞くんですけどね。あ、多分ですね、自分の腰をかばうためにですね、途中で話したんでしょうね。あ、なるほどね、はい。まあ、腰がこのようにひどく悪いと割と技に制限が出てくるでしょうね、できる技。そうですね、ですから、そういう技をかけても中途半端になってしまうんですね、よくオフスはジャーマンにも得意にしていますけども、あれも割ときついものがあるでしょうね、はい、かけていながら反ればそるほどいいんですけど、自分が腰が悪いとどうしても反りきれない、はい、そうスピードも鈍ってくるって、悪循環ですね。そうでしょうね。オフスも考えてみれば怪我に泣かされました。膝もそうです、それから足首もそうです。まあ、そういったものと戦いながらここまでやってきましたキャンディー・オフス。まあ、戦っている相手の久住智子も、まあ、可愛がっていただいた先輩ということで非常に複雑な心境で戦っているのではないでしょうか。いつもアドバイスをしてもらったと言っています久住。小
さんもあの誰かの引退試合の相手をしたことがあると思いますけれども、まあ、引退間近の選手ですとか、そうですね、やっぱりそういった感情というのは持ちながら戦いますか？ありますけど、リング上がったらもう全く関係ないですね、はい、まあ、それがプロですからね、はい、ロープになんとか逃げようというくずみ、これはレフリーが分けます。心境は複雑ですけど、はい、やっぱり恩返しとして勝たなければいけないっていうのがありますね。さあ、くずみも現在のジュニアのチャンピオンとして、くずみ、なんとかここを勝って先輩を送りたいところでしょう。ブリッジで返しました。カウント2。先ほど少しキャンディーが飛ぶ姿を見せましたが、まだまだキャンディーらしさは十分には出てきていません。お、先ほどキャンディーがやったことを返していきます。まるっきり同じことやりましたよね。スピードも出しそうですね。ダブルアームスープレックス、連結していきます。2連発、いや3連発のようです。いやいや、もう一度つなげます。4つ目、まだいきますよ。このさ、5連発です。もう一発、今のが6回目、7連発です。これはクズミの成長の証ですね。そのまま固めます。と返しました。これはかなりのダメージでしょう。あれはなかなか連続するのも大変でしょうね。大変ですよ。おっと、これは腰を落として防ぎました。拳を落としていきます。くずみ、そしてこの蹴り、キャンディーの方に、これは払い落とされました。ファーリングで、しかしエルボーを返しました。くずみです。ラリアット、くずみにして、キャンディーにしては珍しいラリアット。やっぱりちょっと腰に来てるようです。キャンディにしたら、長引けば長引くほど腰に来るわけです。来ますね。おー、ジャーマン、特にこういう風にやるでしょう。もう本当に無理しますね。おっと、連結のジャーマンはできませんでしたが、そのまま固めていきます。カウントは2。先ほどダブルアームスープレックス7連発でしたか8連発でしたかやられましたので、それのお返しとばかり打っていきましたが、ローリングソバット。さあ、キャンディが飛びますか。場外に落ちました。いや、クズミはこれは作戦だったようです。連続にミサイルキック、スワンダイブ、もうほぼ間違いなくこれは決まるようになってきました。クズミ、ジャーマンスープレックスホールド。クズミが意地で相手の技でなんかこうやり返していくという、そんな感じが伺えます。逆にだからリングの上で恩返ししてるのかな、かもしれませんね、はい、キャンディーにやられたことをそのままやり返していきます。さあ、取り乗って反転式のボディープレスだったんですが、これはかわされました。キャンディーもこの辺は十分自分が飛びますので、相手を熟知しているところもあるんでしょう。クズミが襲いかかってきます。キャンディーはちょっと不利な対戦に持ち込まれました。なだれ式の何かを、ダブルアームスープレックスです。トップロープにまで上がっていきました。クズミ、転落しました。あるいはそれを避けたのか、自分で逃れたのか。キャンディー自分で逃れたんですね。ですね、エプロンまで落ちました。落ちたというよりも下がりました。逆にクズミの体勢が不十分になりましたが、いやいやいや、またクズミが捕まえました。ダブルアームの体勢からなだれ式のスープレックスを放ちます。いやー、今しこたま腰を打ったようです。カウントが入ります。カウントは2です。カウントは2です。お小手さんおっしゃった通り、かなり強く打ったようですね。足をバタつかせています。キャンディクロスアームスープレックスホールド。カウントを入れます。最近クズミはこの技もよく見せるようになってきています。技が豊富になってきましたね。豊富になったしですね、完璧にできるようになりましたね、はいはい、チャンピオンらしさを本当に端々に感じさせます。クズミ、さあ、どうやらクズミが飛ぶようです。ミサイルが、いや、クズミはその前に気がついた。迎え撃ちます。ノーザンライドスープレックス、なだれ式で決めました。これはどうでしょう。カウントは2です。キャンディーもまだまだ元気はあるようですけど、この腰の痛みをかばいながらという形になっています。お口に向かって声援が飛んでいます。お客さんが間近にまで来ていますので、後楽園ホールをもっとコンパクトにした感じですね。それから博多スターレーンをもうちょっと、ね、天井もかなり低いところなんですけれども、見やすいし、お客さんとしてはたまらないでしょうね。そうですね、先日この男子のプロレスもここで行われたんですが、天井についた選手がいたそうです。なだれ式です。2段目から、クズミがいい体勢でやり返します。
久住はどうする。おお、流れ式の後方回転指固めか。今ようやく決めます。カウント入ります。ああ、スリーです。一旦は外れかかったんですが、よくリカバリーしました久住智子。もうシュッと入ってきましたね。やっぱり腰ですね、はい、これでしばらく動けなかったんですね。先ほどからしこたま強く打ち付けられています。あ、ガクンという形で入りましたから、ね、立ち上がる動作がもう鈍くなってしまいました、はい、これでがっちり決められまして、跳ね返すことはできませんでしたキャンディーオックス。あ、しかし現チャンピオンに負けたということになります。これは久住にとっても、先輩に、やめていく先輩にとって、まあ、いい勝利ということになりますね。そういうことですね。久住としては、いや、キャンディーとしてはどんな気持ちでしょう。できればおそらくやっぱりこの現在のチャンピオンに勝っておきたかったところでしょうが、奥さん腰に来ちゃってますからですね。立ち上がるのもきついわけです。あの回転エビ固めも返すことができなかったわけです。あ、久住はちょっと泣いてますね。あ、キャンディーもそんなような表情になってきました。久住にとっては嬉しいしですね。ボックスも残念ということで、あ、いいですね。あ、先輩の方からね、手を持っていきました。いや、本当に残り少なくなってきまいりました、このキャンディーオフスファイナルランニング。今日のこの試合は先輩、キャンディーが敗れた格好になりました。久住智子が勝ちを収めています。さあ、あと何試合でしょうか。キャンディーのファイナルランニングは続いていきます。やっぱり下の子に負けたっていうのは悔しいのは悔しいですけど、うん、それと反面すごい嬉しいですね。なんか、うん、複雑な気持ちなんですけど、うん、やっぱりそこまで来て上がってきてくれてるんだなってすごい安心してますやっぱり自分は引退決まってますけど、やっぱり下の子をもし世代交代したら、新世代ですか、下の子が多分自分たちがやらなきゃってすごい責任感もあると思うんで、自分も抜けてしまうし、今日の試合はすごいそういうのを感じましたね。久住のそういう気持ちも感じたし。さんにもすごいよくしていただいたんで、その恩返しっていうか、やっぱり試合普通の時じゃできないんで、うん、試合でそれはしたいと思います。なんかキャンディーちゃんの存在自体がいなくなるのがこの団体からなんかまだピンとこない。でもなんか試合をやったらやっぱりちょっとジンときちゃうんじゃないかなと。青コーナーからキューティー鈴木選手の入場です。可愛い後輩が自分よりも早くリングを離れていきます。寂しい気持ちがいっぱいです、キューティー鈴木。しかしキャンディーの旅立ちの花向けに痛い黒星をつけるというのも、またこれはプロです。キューティー鈴木が登場してまいりました。団体が JWP になってから初めての新人なので、引退するのはやっぱり寂しいとこう語っています。キューティー鈴木、今日は奥津にいい試合だったと思い出に残るように頑張りたいとこう言っています。赤コーナーからキャンディーオクツ選手の入場です。本当にもう残すところあと数試合になってしまいました。キャンディーオクツ、胸いっぱいの入場式になります。相手はキューティー鈴木です。悔いの残らないように、今までの恩をこの戦いの上で返したいとそう語ります。キャンディーオークス、ワウワウスペシャルキャンディーオークスファイナルランニングシングルマッチ30分一本勝負を行います。
青コーナー123パンドキューティー鈴木。あと、いきなり始まりました。まだゴングありません。いきなりの先制攻撃、キャンディー奥州。あと、もう一発。まだガンを脱いでいません、キューティー鈴木です。先輩にとって痛い痛い試合開始のゴングとなりました。あーと、プランチャーです。キャンディーオックス、目いっぱいのこの先輩に対するゴン返し、キャンディーオックス。さあ、まだキューティーはガンをすら取ることができません。キャンディーオックスはもう残り数試合、悔いの残らないように戦っていきたいと言っています。今までしてもらったこと、そのすべてゴーンをいつもは返すことができないので試合の上で返していきたいと、そう語っていました。さあ、ようやくガンを脱ぐチャンスができました。キューティー鈴木です。いや、小鉄さん、目いっぱいですね。そうですね、まあ、正直言ってキャンディーオックスですね、これだけできるんですからね、もったいないって気がするんですけどね。そうですね、まあ、いつものように例によって腰にはコルセットが巻かれているんですが、キャンディーオックス腰がどうにも思うようにならなくなりました。ということで、まだまだ22歳という若さながら、このプロレスから去っていきます。キャンディーオックス、胸いっぱいのファイナルランニング。あーと、そのファイナルランニングも試合を重ねることによりまして、この試合が10試合目ということになります。ディリティー、さあ、両足を取りました。キューティーの両足を取ります。そしてボストンクラブです。JWP になってから初めてのキャンディーが新人なんですよね。そうですね、それがここまで大きくなったんですが、先輩よりも早く辞めていきます。まあ、今日はキューティーが語るところによると、そのお靴にとって今日の試合は本当にいい試合だったと思い出に残るような、そんな試合にするよう頑張りたいと先輩らしいコメントを出しています。キューティー鈴木。キューティーのデビューが1986年で、キャンディーが92年ですから、6年の違いですね。そうですね。しかし、あのオックスはですね、抜群なレスリングセンスを持ってますからね、はい。まあ、本当に惜しまれる引退ではありますが、そのもう本当に残念という思いをファンの皆さんに目いっぱい抱かして、できることならもうやめていってほしいと、そんな感じです。本当にそうですよね。もう去ることはもうしょうがないんですから、はい、本当に残念だ残念だという声を高めておいて引退することがもう本人にできる最大のね、そうですね、最大でしょうからね、はい。先輩に対して思い切りのいいソンピングを持っていきます。キャンディーオックス、ワウワウスペシャルマッチ、キャンディーオックス対キューティー鈴木、キャンディーオックスのファイナルランニング、数えること第10弾になっています。スプラッシャー、あーと、ようやくキューティーの方にも踏ん切りといいますか、炎がその闘志の片鱗として現れるような感じになりました。その表情からそれが伺えます。キャンディーオックスは155センチという非常に小柄ではありますが、これだけのパワー、それから飛ぶ力を持っています。あーと、ダイビングニーを持っていきます。後ろからスリーパー、キャンディー奥津も、まあ、前回のワウワウの、放送でもお伝えしたんですが、ファイナルランニングが始まっています。その間に6月27日仙台で JWP のタグ選手権にも挑戦してるんですよね。そうですね、まあ、ボリショイと組んでデビル福岡組チャンピオンチームに挑んだんですが、これは残念ながら、はい、敗れています。まあ、キャンディーもなんとかベルトへ挑戦したい、そういった気持ちをあらわにしまして、それが認められた格好だったんですが、タイトル奪取はなりませんでした。左をぐるっと締め上げていきます。さあ、このまま落ちてしまうか、キューティー鈴木、そこまで持っていくことができますか。これはロープです。キューティーが、あー、そのまま立ち上がりません。立ち上がる前にこの膝を落としていきます。キューティーの膝小僧が喉元に食い込んでいきます。
関西から始まりましたこのファイナルランニング、関西に敗れデビルにも敗れこの後やりました。その後尾崎福岡と連敗、宮口天野には勝ちました、クズムにも敗れています。この間の第9試合は元谷に勝ちを収めています。キャンディーオークス、これが迎えて10戦目。という声が飛んでいます。振り潰して、さあ逆肩指になりました。かなり無理な体勢になってます。5分経過、真後ろじゃないですか、ね、足から行ってますからね、はい、きちんですね。あ、完全にこれキャンディの左膝がこう使い棒のような形になってますから、はい、これは本人にとっていいことなんですか悪いことなんですかね。まあどうでしょうかね、あんまりいいことじゃないでしょうね、ちょっとね、はい、かなり無理な体勢になっています。変形の逆肩指になっています。これキューティーもあえてねじるような格好で、はい、左右に揺さぶるような感じでコマで持ってきています。あ、しかし結局ロープです。スタンピング、 JWP のまあ新人第1号のキャンディー・オークス、平成5年にはブルースターカップ、相手はかつてサブロー、その前は富山と言っていました。その富山住を相手に勝利を収めましてブルースターカップ優勝、まあ、つまり新人の登竜門、見事優勝という形で新人のナンバーワンになったわけですが、キャンディーオークス早くも引退試合が近づいております。痛い腰、痛めている腰を収めまして、ようやく今体をマットの中に、リングの中に戻します。さあ入りました、ダブルのナックルパート、抱え上げます。あーと、このままカウントは2です。キューティーはコーナーへ、キャンディが三角飛びからとダイブしたんですがボディアタックは失敗。残り何試合、何回こういった三角飛びからのボディアタックが見られることでしょうか。カウンターの蹴りを入れといて、さあスワンダイブからまたダイブして見せました、ボディアタックです。まあこういうことをできるのもなかなかいません。蹴りを持っていきます。やっぱりキャンディのいいところはこういった飛びですよね。そうですね、重さが加わった飛び、スピード感があります。投げっぱなしのジャーマンスープレックス、あえて投げ捨てました。さあキューティーが煽っておいてニュートラルコーナー、まだ起き上がることができません。オックス、さあ胸いっぱい思いを乗せて飛びました。全然2位か、2位か、膝を落としていきました。あ、かわしています、かわしたんですね、かわしましたね。キャンディーはかわすことができました。あ、ここで何を話すんでしょうか。ジャーマンか、バックボタン、ジャーマンスープレックス、ゴツンという音がしました。そっちも行くぞ。さあもう一発、今度は南側に連れてきます。放送席の目の前です。さあ後ろを取りました、ガッツリ耐えてジャーマンスープレックス、またゴツンという音です。今あるいはマットから外れていたかもしれません。いや山本さん、これはっきり言ってかなりきつい集中ですね。そうですね。さあもう一発いくのか。さあもう一回いきます。3つもらってしまいました、キューティー鈴木。キャンディーは評価します。上がってください。地方にやってるんですね。地方にやることですね、これね。今度は北側です。いやもうキューティーもこれもうついていくのがやっとという感じになっています。さあこのメーカーキャンディーオークス、あーっと地方にやってみせました。東西南北のジャーマンスープレックスホールド。いやこれもしかしたら小手さん、はい、キューティー起き上がってこれないかもしれませんね。かなりのダメージですよこれ。
相手ゆらあぐらついていますおとこのままこのまま決めてしまおうというあーブランチャーです三角跳びブランチャーこれがあるいはフィニッシュになるかもしれませんいや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 メンタキャンディーは QT を上げますあくまでもリング内で決めようというキャンディーオクツさあ決めるぞという声を飛ばしましてキャンディーオクツファイナルランニング10を勝利飾れるかロコモーションジャーマンだもう一発いきます非常に元気のいいキャンディーオクツ本当に腰が痛いのかもう一回いきますさあこれ決まるのか QT ヒット危ない危ない QT 鈴木最後はこのキャンディーオクスに大金星を与えるところがまで行きましたコーナーですトップから右手のカード受け取った受け止めましたそのまま逆エビですそのまま高い体勢の逆エビこれは腰が痛い腰が痛いキャンディーオクスそして今度は逆肩エビ片指に移行していきますあーっと腰が痛い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 攻め込んでいきますキャンずーっとキャンディがようやく届きましたキャンディがようやく届きましたいやー小鉄さんはあっという間に形勢ひっくり返りましたねそれとも奥さん頑張りますねずっとあそこでギブアップなんですよはいはいはいもう無理しちゃいけないっていうね、心の格闘もあったと思うんですけどねそれをね、相手にギブアップしないでしょまだまだ私にはできるんだっていうね自分に言い聞かせたんでしょうね、きっとねそうでしょうね、はい、おそらくダブルフットスタンプもう一発いきますこれが2発目これが2発目、3発目さあ、3発いきますキューティー鈴木さあ、もう一発いきますさあ、そしてこれで余裕を持って抑え込みましたいやいや、まだですもう目いっぱいの贈り物をしてやめていただこうという先輩のキューティー鈴木今の3発はさじめお中元といったところでしょうさあ今度は赤コーナーからどんなプレゼントが飛び出しますかちょっと距離がありますがおそらく膝を飛ばすんではないでしょうかいやいやいやキャンディーがキャンディーが行きました最後の力を振り絞ってノーザンライトでバックスだけステイきついお中元返しが来ましたQT もこれを返します手元の時計で13分になろうというところですキャンディーオクスさあこの区切りファイナルランニング10をしかも QT から白星を奪うことができますかこれはどんなにもう望んでも望みきれないこんな大きな白星を絶対取ることはできません垂直落下式のブレンバスターもう一回という声が飛びますキャンディーももうこれ最後の力を振り絞りますさあコーナーに近づいてきましたブレンバスターかいやこれはコーナーの上に上げるこれは除去球のようですさあどうするんだおブレンバスターかいやブレンバスターうまく掴み損ないましたレンジにダイブしましたというよりも2位ですね、はい、綺麗に入りました NZD がどの辺に入りました首筋ですか、はい、あーっと宇都の雨だったんですけれどもよく返しました両者かなりのダメージを受けていますキューティーの場外乱闘四方へ向かってのジャーマンスープレックスから始まりましたより過激になってきていますその後キャンディ形勢逆転されていますおこの辺のパワーはこの辺のパワーはキャンディーのが一番上だったようですたまに来ましたあ余裕がありますまだこの辺はキューティー鈴木さすが6年先輩なかなかあの6年というと大きな差なんですよ ね, ありますねこの世界でね、はい、プロフェッショナルは、はい、それだけ多くの試合を重ねていることになります試合の駆け引きあるいは緩急そういったものすべてまあ試合運びの点では鈴木のが上でしょうからね QT がね、はい、そうですねあのこの商売ね1週間でもね、先輩ですねその1週間負けるもんかっていう気持ちになってしまって、そうですねローリングソバットは空振りバック取った
そのままドラゴンだ。ドラゴン戦略ソード、これ決まりか。QT の18番ドラゴンでは決まりませんでした。1週間どころか6年も先輩です。 QT 鈴木、その差を見せつけて、おそらく勝利を飾ることでしょう。キャンディーを靴への鼻向けとすることでしょうけれども、キャンディー自爆が、さあキャンディーが隙を見せた。 QT の膝が容赦なく相手の首筋を狙いました。さあここからです。 QT 鈴木爪に入ったようです。奥津に声援が飛びます。ドラゴンスープレックスホールド、鮮やかに決まったようです。最後は18番 QT 鈴木、腕いっぱいの思いを込めてキャンディー奥津にドラゴンスープレックスホールド。これが先輩としての気持ちでしょう。目いっぱい戦いました。最後は QT の箱ドラゴンスープレックスホールドでキャンディー奥津をマットに沈めました。しかしこの苦痛の中、表情にも満足感が伺えます。キャンディーオクス、あーキューティーが、キューティーのが心配そうに覗き込みます。これはかなり両者だいぶダメージが大きかった試合ですね。そうですね、まあそれなりのいい試合だったよね。そういう感じがします。そうですね、はい、ただいまの試合15分26秒、ドラゴンスープレックスホールド、キューティー鈴木選手の勝ちでございます。キューティー選手は泣いています。まあ、試合が終われば元の、ね、先輩後輩ということになります。そうですね、まあ、本当に初めての新人ということで、やっぱりこのキャンディーはみんなから可愛がられたようですね。そうですね、なんですか、好感の持ってる、ね、女性でしたね。そうですね、はい、僕なんかも練習で、ね、結構きついことしたんですけどね、なんですか、嫌な顔一つしないでね、なかなかそういうじゃない好感の持てる女性ですよ。あ、そうですか、はい。まあ、ファンの皆さんはあと数試合しか見ることができません。この放送においきましては、次回のワウワウの、JWP 中継でこのキャンディーの、最後の勇姿をとくとご覧いただきたいと思っています。これはファンの皆さん必見でございます。次回のワウワウの放送がおそらくキャンディーオクス8月17日最後の試合ということになりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。まだ込み上げてきた思いが全部できりません。それはそうでしょう。もういつも泣いてばっかりなんで、泣かないように泣かないようにずっとしようと思ってたんですけど、キューティーさんが泣かれてたんで思わず。やっぱり最後は泣いて終わるんじゃなくて、笑って自分らしく終わりたいし、もうそろそろ泣くの卒業しないと。なんか最近すごいね、今までも後輩がどんどん辞めちゃったけど、辞めていっちゃったんだけど、なんかこんなになんか、試合前はなんか全然実感がなかったんだけど、やっぱり試合歩いてる時も別になんともなかったんだけど、やっぱリング上がる時はちょっと、これでシングル本当に最後なのかなって感じで、でも奥津がこの試合を忘れないでてくれたら、私はそれで満足かなみたいな。夏といえば海、夏といえばプール、そして忘れちゃいけない夏といえば JWP 女子プロレス。その水着に包まれたボディのごとく、いつもはち切れんばかりのフレッシュな戦いを提供してくれる彼女たち、さんさんと降り注ぐ太陽の下、今年も JWP 夏の風物詩であるあの大会が華々しく開催される。そう、夏の逗子マリーナ大会だ。Yeah!
あえなくピンフォール。しかしここで終わらないのがこの試合。さらに宮口をリングから30メートルほど離れたプールに落とさなければならない。しかし20カウント以内に宮口がリングに帰ることができれば試合は再開される。結局試合は元矢がプールに落とされデビル組の勝利。そして最後はお約束の数々。マリンブルーのプールに次々と落とされる選手たち。シューズもコスチュームもびしょ濡れ。水も滴るいい女とはこのことか。そして最後はこの人で締めくくり。JWP 夏の恒例イベントはこれまた恒例のオチでその幕を下ろした。
さあそれではいよいよ注目のタッグマッチご案内してまいりたいと思います。ガイアジャパンに入団しました北斗晶がついにここ JWP のマットに登場してまいります。小手さん、はい、まあいろいろとお騒がせ、します、あの北斗晶ですけれども、本当にその騒がせる以上にですね注目を集めますからね、なんと言ってましてもね。そうですね、まあそれだけの実力もありますしですね、脚光で引きつけるものも魅力ありますね。そうですね、はい、その辺感じ取ってでしょうか、尾崎の方もですね、はい、どうやらこの北斗と将来的にはタッグを結成したいと、こういうなんか意向を持ってるようですね。そうですね、北斗に言わせると、今日の試合いかんでは、っていう感じなんですけどね。ただ2人とも気が強いでしょう、はい、あのもし組んだ場合ですね、組んだ場合の想定しますと本当にずっとやっていけるのかなとそういう気があるんですよね。尾崎が言ってたんですけど、私の毒と北斗の毒を混ぜ合わせたら最終兵器が出来上がるんだからと言ってましたけども自分たちも倒れてしまうかもしれませんがさあどうなるかですね、その辺のところ試合前の前にまず北斗晶のこれまでの動向をまとめた VTR からご覧いただきましょう。よっしゃ、相当あ大丈夫だね、もう、大丈夫か、ちょ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 ってやっつけて終わりだ。あのデンジャラスクイーン北斗晶が JWP マットにやってきた。左足首剥離骨折という重傷を負いながらもあくまで強気な姿勢で乗り込んできた彼女。思えば北斗と JWP が初めて接点を持ったのは4年前のあの夜のことだった。全日本女子プロレスデンジャラスクイーン155パウンス北斗山本さんよ、聞いた話によっちゃよ、お前今日からなんだスーパーデンジャラス社長になるそうじゃねえか。なんか言いたいことがあるんだったら今のうちに言っとけよ。北斗選手、あなたが私たち JWP に何を言おうと勝手ですが、JWP は私たちだけじゃなくてファンと一緒の集合体だということを忘れないでください。今日は尾崎との生き様勝負楽しみに拝見したいと思います。1993年11月団体対抗戦花盛りだった JWP マットでその初遭遇は実現した。当時は女子プロレス界で危険な香りを振りまいていたデンジャラスクイーンの全盛時代、尾崎真由美、いや JWP という団体そのものを向こうに回してリングに立った北斗の毒は尾崎の魔性をはるかに超越したものだった。お前の愛情も分かったよ、この団体に対するな。だけどまあ一つ言わせてもらえば、尾崎に喋ることを覚えさせろ。試合でもそしてマイクでも北斗に完敗を喫してしまった尾崎、しかしこれが尾崎の魔性を目覚めさせる結果となった。ストリートファイト形式の試合など数々の戦いを経験していった尾崎はやがては悪い女として地位を確立。分かんないんだけど、あの女もお前と組みたいというし、尾崎前についてくるか。他団体であるガイアジャパンの会場に乗り込んでは勝手に若手選手を引き抜き、超党派軍団オズアカデミー結成に着手。引き抜きに頑張ってるからもうすごい。あ、行きます。北斗に指摘されたマイクアピールも実に堂々としたものだ。今では女子プロレス界の一大勢力にまで成り上がったオズアカデミー、ボスである尾崎真由美の毒は次第にその威力を増大させていく。うちの新しいメンバーを紹介します。どうぞ。
一方北斗は長きにわたって在籍していた全城対談、その後電撃的にガイアジャパンに入団し世間をあっと驚かせた。北斗晶がガイアの色に染まるのか、ガイアが北斗の毒に染まるのか、そちらをちょっとよく見ていてほしいなと思います。よろしくお願いします。マイクないな。デンジャラスクイーンと魔性の女、女子プロマットの2つの毒は偶然にも同じガイアジャパンのリングで猛威を振るっていくようになる。尾崎は尾崎でまるで北斗と競い合うかのようにオズアカデミーを強大化、その無法ファイトにさらなる磨きをかけていく。そしてついにガイアの総大将長与千草からもリンコール勝ち。オズの快進撃は現在のところとどまるところを知らない。我が道を行く北斗晶、オズアカデミーのドン尾崎真由美、2人の毒がついに接触する時がやってきた。タオル戦を終えたばかりの北斗、なんとオズアカデミーの若手たちが襲撃、極悪非道なテロ行為を仕掛けたのだ。てめえらがこれ、尾崎の差し金か、お前ら許せんじゃ、あれだっていいだろ。尾崎の差し金か、おめえら見てる雑魚には弱ねえんだよ、バカ野郎。てめえらがこんな中でうろうろしてる、バカ野郎。邪魔だ、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 尾崎の差し金だな。緊迫した空気が流れる中、その9日後には早くもその長島天野と北斗松本組の一戦がラインナップされた。そこに博多でのテロ行為の首謀者と見られていた尾崎が椅子を片手に登場。場内にはいてついた緊張感が走った。ところがこの間はパパの男子が悪かったな。今日はバビーで来たよ。それともう一つ、オズに入って私と組んで長屋のことをやっつけちゃおうぜ。尾崎の思わぬ北斗勧誘に事態は急変。果たして北斗の答えはいかに。まあ答えは戦ってからのお楽しみってとこにしとこうか。まずは戦って実力を確認し合うことが先決。デンジャラスクイーンと魔性の女の3年5ヶ月ぶりの遭遇はお互いの闘志をぶつけ合う壮絶な試合となった。しかし謎のレスラーゼロのいきなりの乱入により、その戦いの模様はぐちゃぐちゃの状態に。なんだおめえらは。騒然としたムードの中、リング上では北斗尾崎がデビル正美を交えて何やら怪しい密談。長与潰しを企てたのか、はたまた新プロジェクトの結成か、そこで語られた内容とは。抜け抜けこっちの考えを言う必要はないでしょ。だって隠し流れるでしょ。そんなの言う必要はない、うん、秘密だよ。北斗と尾崎の共闘は振り出しに戻されてしまった。もう一度気持ちを確認すべく舞台を JWP のリングに移し、デンジャラスな毒と魔性の毒が今一度激しい化学反応を起こす時が来た。いつもやってるリングが一番自分を出しやすいんじゃないかな。だから尾崎、今日こそ本当の尾崎が見られるんじゃないかなっていうか、うん、どっちかっていうと私でかい選手が好きなの、何に関してもね、うん、でかい選手が好きなんだけど、でも
彼女は小さくてもでかいのに負けないぐらいのそういうパワーとか気迫とかを持ってるんだったら、うん、まあその時は答えれるんじゃない。なんか私も楽しみだし、自分で見てみたい、北斗と組んだ私を、うん、どんな風になるのか。だから、自分でも楽しみ、すごく。もし組んだらとか、二人がリングに立った時の姿とか思い浮かべただけでワクワクしてくれる、うん、試合をしてその気にさせて、いい返事を期待して、どうなるかテレビをゆっくり見てください。オズアカデミーは相手が強ければ強いほど、相手がデンジャラスであればあるほど光り輝くチームです。その中心は何かとお騒がせの尾崎真由美、そしてパワーをつけてきた天野理恵子。オズアカデミーの動向もガイアの軍団構想集結を受けて非常に気になるところです。今夜は試合開始から終了後の発言まで全く目が離すことができません。さあまず天野が登場してまいりました。尾崎のこの毒は北斗の毒とは相性はどうでしょうか。今尾崎真由美リング上です。ワンワンスペシャル開幕マッチ45分日本勝負を行います。尾崎青コーナー外野ジャパン152番の松本真由子。外野ジャパンから松本真由子です。北斗晶、北斗晶すごい紙吹雪、テープがかなりの本数投げ込まれています。天野理恵子です。尾崎真由美がコールされました。さあ4人がコールされています。お久しぶりです。山本代表の挨拶です。いや今度はガイアジャパンですか。なかなか縁が切れませんね。これが本当の腐れ縁ってやつですか。今日はよろしくお願いします。まずは先制攻撃は山本代表からありました。お、マイクが渡されました。どんなリターンがあるんでしょうか。ところでお前誰だっけ。あのお前があんまり有名じゃない銀ちゃんつじいか。
究極のリターンがありました。北斗晶、この辺はお客さんを引きつけるのはさすがです。さあ、北斗の毒が勝つか、尾崎の毒が勝ちますか。4人が顔を合わせます。まず睨みを利かします、北斗、そして尾崎。まあ小鉄さん、はい、お、あ、これは慎重で負けてるということで、天野が自ら踏み台になったようです。松本も真似をするんですが、こちらはお叱りを受けました。北斗がこんなことを本当にするんでしょうか。これ乗ったら後が怖そうですけども、緊張気味の松本舞子。さあ大崎が突っかかっていきました。そして浜野、そしてゴンが打ち鳴らされました。いきなり始まりました。さあいきなり場外です。この4人では当然そうなるでしょう。さあ山尾さん、はい、この試合以下によりまして今後の女子プロの方向性が変わるかもしれないというね。そうですね、少し流れ変わるかもしれませんね。あるいはみんなが思っている方向に行くのか、その辺をこの試合で見極めたいと思います。さあ北斗が天野を捕まえた。天野がですね、山尾さん、はい、今日全部ビビってたんですよ。あ、そうですか。いや北斗さんとやるなんてという、試合前はそういった感じだったんですが、試合はしかし試合です。先輩も後輩も、あるいは相手がどんなに光り輝く女帝であろうと関係ありません。デンジャラスクイーンに向かっていこうという天野ですが、早くもノックダウン。おーっと、リング内では松本がダウンしています。尾崎の攻撃が松本を眠らせました。カウントが早くも入る。屈辱のカウント、カウントは2。北斗が左足を引きつけますね。そうなんですよ、北斗はですね、先日の試合で足首を脱臼していまして。ああそうですか。脱臼に加えてですね、どうやらひびが入っていると、剥離骨折らしいんですよね。しかしプロであるからにはやる試合をやるという、そういったところを今回も表して登場してまいりました。まずは松本がこのオズアカデミーの集中砲火を浴びています。6月29日長岡の試合、里村戦で足首を、左の足首を痛めそうです、はい。まあしかし北斗、先ほども入場の時ご覧いただいた通り、腰にはあの WCW の女子ヘビー級、そのベルトが巻かれておりました。海外を舞台に、あるいは日本国内で暴れまくっております。北斗晶が今回はこの JWB に参戦してきています。天野がさあ松本を攻め込んでいきます。天野がだいぶ北斗を意識しているようです。この表情、ジャンプするようなこの逆エビ固め。もう一発いきます。松本を煽っています、北斗晶。まあ、山本さん、はい、この若い松本なんですけれども、はい、1回はガイアジファン辞めたことがあります、怪我で、はい、しかし前戻ってまいりまして、そして北斗が入ってきたと同時にこの北斗に指示しました。それからぐんぐん伸びてきた選手なんですけれども。なるほどね、このプロ社会ってのは面白いもんでね、はい、その指示と仰ぐ人もね、いい人に恵まれればですね、すごい伸びるんですよ、急成長するんですね、不思議なもんですね。そうですね、いい意味でそのヒロイン、あるいはヒーローと仰ぐ選手の毒気に当てられるとね、はい、そうですね、よくなりますからね、はい、まあそういった意味ではそういった相手を感化するような、そういった毒を両者が持っております。尾崎と北斗が今日はまだ一騎打ち、ぶつかっておりません。まだ両対象は両コーナーに分かれております。松本を振りました、帰ってくる。サイバーアタックは松本の勝ち。松本が飛ぶ、もう一発いきます。体格差は松本が勝っているようです。164センチ68キロ。さあ煽ります、北斗晶、この辺が上手いところです。さあ北斗が出てきた、北斗と天野だ、バックを取った、そしてバックドロップ、急降下。かなりデンジャラスですねこれね。そしてスコーピオンか、スコーピオンデスロックだ。腰を落としていきます。この辺のキレ、それから
攻撃の仕方どうですか。力もありますしね、今パッと切り返したでしょ、ヘッドロックに行きましたね、あれの速さですね、 STF、やっぱりね、うまいですね。そうですね、とても足首を剥離骨折している人間とは思えませんね。そうですね、先ほどね、足を引きつけましたね、だいぶ痛くてですねっていう感じでしたけどね、何すごいですね。ですね、これぞプロという、そういったスタイルをもう思う存分この後楽園ホールのお客さんに堪能させてくれます北斗晶。よ、紹介しちゃおうぜ。さあ、そしてこのダミ声からこういった声が発せられるとお客さんが嫌がおうにも乗っていきます。そしてこの攻撃です。まあ北斗派閥を名乗りますこの北斗と松本でありますが、肝心のガイアの方ではこの派閥争いはもうやめにしようという宣言が出されております。しかしかし分かりません、尾崎の方はそれを受けて、まあ尾崎アカデミーは関係ないよと一言で告げてしまいました。この天野は誰でも好きなやつと組ませるし、あるいはそれがこの天野にとって非常にいいことなんだから私は関係ないさと、ギロチン松本肩甲骨のあたりもう一発いきます。さすがに北斗と松本よく呼吸が合ってますね。この松本ねなかなかいいですね、タッパが164センチあります。いい体つきです。年齢は22歳、デビューは96年、昨年の4月です。1年とちょっと経ってることになります。この北斗晶につきまして急成長してきます。来ました松本舞子。ここまではまだ尾崎の出番が山本さんありませんね。そうですね、ということはね、あの北斗の方はですね、自分のコーナーのコーナーでうまくやってますからね、そうですね、それが戦い、この松本選手はですね、足を使うのが上手いのかですね、得意としてるんですね、おそらく、よく金星の取れたいい体ですね。そうですね、もっとこれで肉が厚くついてくるとさらにいいんでしょうね。おそらく腕の力なんですね、筋力圧迫したら大変でしょうね。膝注意です。あるいはヒールホールドか、アキレス腱固めです、アキレス腱固めです。天野理恵君は攻め込んでいます。今日は天野理恵君かなり緊張もしていましたが気合が入っていました。アキレス腱固めのまま逆肩指持ってきています。さあ親分が助っ人に入りました。尾崎真由美、尾崎真由美は言っていました、今日の試合は期待しているよと。まあ私としてはそのあの北斗の毒と私の毒を混ぜてみたいんだけどねとこう言っていましたけれども、本当にどんな毒になるんでしょうか。まあもしですね、田中さん、合体したらですね、目がつけられませんよこの2人。とんでもないチームが出来上がりそうですね、まあ2人の毒を合わせたら尾崎自身は最終兵器になるからねとそんなことも言っていましたけれども、さあソンピングです。実はこの2人もうちょっと前に合体という話も出てきたんですが、そういった話が出た席上、あの長与千草のもう一つの表情ゼロが登場してまいりまして、その話をぶち壊してしまいました。ですから話が伸び伸びに乗った状態で今回のこの試合が生まれているわけです。さあ尾崎が登場してまいりまして松本をいたぶります。今北斗が蹴っ飛ばしたのはレフェリーであります。お前しっかり見ろということでしょう。キャメルクラッチ、その変形と申しましょうか、髪の毛を掴んだままのキャメルクラッチに合体技、低空ドロップキック、天野がもう一発いきます。さあもう一発松本に、さあここからどういった展開を見せていきますか。おだけエルボー落とす、この4人が何か喋りながら戦っているのがまた面白い戦いですよ ね。それぞれ毒を吐きながら戦っております。お客さんが乗り始めています。かなりテンションが高まってきています。お互いにナックルパートは交わします。逆水平、逆水平の応酬です。この辺は若い2人意地の応酬でありましょう。ダブルで持っていきます。トリプルか、さあロープに振った松本はどうするか、おーとフライングラリアットが返ってまいりました。いいタイミングで出しました。天野今度は左の2位を持っていきます。おーと最後顎に入った、顎に入りました。天野自身がもう何かこの雰囲気に乗せられてますね。そうですね、戻ってくる、あーと台車に課題が見せようとしたんでしょうが、逆に膝をもらってしまいました。バックを取った、バックドロップか、
とアトミックドロップか。ああ合体チケットに入りました尾崎真由美ダブルフットスタンプ。最近のプロレス界このダブルフットスタンプが本当に非常に賑やかに流行っております。クローズラインはかわしてさあ奥が飛んだ豪快豪快なボードダイビングアタックを見せましたけれども痛めてる左の足首を狙っていきます。膝十字のような格好ですけれども肝心なのは足首です。左の足首を北斗晶は痛めています。尾崎も知ってますからね、狙ってますね。ですね。そこを狙わない尾崎ではありません。さあバックを取った。おーおーとヒールキックを浴びたのか。ラリアットは空振り一発水押しに蹴りを見舞っておいてさあパワーボサンダーファイヤーだ。サンダーファイヤーパワーボムカウントが入る。これがあの2人の対決は3度目らしいんですよ。シングルが1戦ありまして、はい、もう1戦がタッグマッチだったんですが両方とも勝敗的には敗れています尾崎です。ですから今日はちょっと気合が入ってるよとも言っていました。バックを取りました。このまま投げ打ちバックドロップ。さあ一息つくのか尾崎。尾崎の代わりに私に任せてくださいとばかり天野が出てまいりました。天野もここら辺は承知しています。足首を攻める。そして今度は膝。まあもともとこの人は腰が痛かったりあの故障が多くてまあそういったことも一因で一時引退したりもしていたんですけれどもやはりこのスポットライトが忘れられずにあるいは戦いの味が忘れられずに帰ってきております北斗晶。しかし帰るだけにあってそれ相応の素晴らしいものを披露していますがそれとですね、やっぱりまあ、うちにいる佐々木健介ですね、はいはい、まあ、それと結婚したということもですね、あだいぶ飛躍したでしょうね、おそらく、ね、はい、技の幅が広がりましたよね、はい、おサイドから投げ打ちます、サイドバスター。まあ、お互いにですね、これ、いい意味で技のやり取りがありますよね、そうですね、あの佐々木健介の得意技、ストラングルホールドガンマをね、はい、使ったりしてますもんね。さあ、今度は。若者2人のまた意地がここで交錯しています。ブルドッキングヘッドロックか。いやそのまま髪の毛を掴んでおーっとエプロンに転落しそうです。エプロンから場外に行きます。上になったのは天野。天野がそのまま行きます。マットコーナーの上からあ北斗が行っています。北斗が迎えに行った。いや逆の方に飛ばしていきます。おーっと東米コンヒーローコーナーから飛びました。なんと大胆な北斗晶。いや予想しない時に飛んできますね。めちゃくちゃなことしますね。いやこれはびっくりしたでしょう。あるいは相当のダメージを受けたでしょう。まあデンジャラスクイーンと言われるの分かりますね。そうですね、この戦いっぷりです。伸びています天野リエコ。立ち上がるパワーがまだ残っているのか。今度は尾崎が黙っちゃいません。尾崎は乗り出していきます。天野しっかりしろという尾崎。尾崎はですね、まあ、プラムに天野理恵子がですねちょっとやられた時にもプラムに怒るんじゃなくて天野に怒ってましたからね。そんなことをやられて黙ってるんじゃないという、はい、そういったもうそれが知った激励なんですよね。そうですね、はい、お両者が上がった止め込みろリングライン向かってダブルかましていきました。さあ起きろ起きろという先輩の下撃でコンヒーローを見せました。この両者赤とブルーの対決であります。入場してきた時には赤と白だったんでありますが今はこのブルーブルーと赤の毒が混ざり合おうとしています。ここまでは小手さんどう見ますか勝負の展開というのは。五分ですね。五分ですか、はい、さあまた出てきた。おお、お互いダンクを打って投げ捨てたジャーマンだ。さあそしてラリアットが、いやテキーラだテキーラだテキーラサンライズ。尾崎が一瞬速かった。尾崎がスピードで勝りました。そして松本を捉えたサンダーファイヤー合体だ。そして天野が抑え込む。ここで終わってしまうのか。そうでしょう。お客さんはまだまだ続けてほしいというそんな歓声を投げかけています。松本なんとか返しました。い
いや今の攻防は見事でしたね。そうですね。2プラトンの攻撃に移行していきそうです。オズアカデミー、オズは変わらないよと尾崎は言い捨てました。さあそれを天野は聞いていたと思います。天野はもう尾崎さんに任せていますというそういったコメント。さあトップローク、ブレンバスターだ。うわコーナー上、コーナー上ブルーです。ブルーのコーナー上北斗がいる。北斗が飛んだ。ミサイルは強烈、メガトン級のヒットです。松本が引っ張り込んできた。さあ北斗がタッチをして出てまいりました。いや強引です、強引です。ゴーイングマイウェイド、いや蹴りを奪った。ハーフタッチ、北斗にハーフタッチだ。さあテンション上がって、大崎裏剣だ、裏剣のプレッシャーは同士打ち。松本から大崎を捉えに行きました。さあ有一本出した。さあ行きます、このままボールだ。ノーザンライトボールだ。これで終わりだ。北斗一番ノーザンライトボール。天野理恵子ノーザンライトに沈みました。14分58秒。この表情尾崎真由美、またしても勝ちは取れませんでした。乗り込んでまいりました北斗晶に外貨が上がっています。足の痛みをこらえながら最後は18番ノーザンライトボム、殿下の宝刀を引き出しました。いやしかし北斗は勝ちましたけれども、はい、さすがに北斗はプロですね。最初に出てきた時ね、足を引きずってたでしょ、これは試合やるのも無理かなって言いましたね。どうしたどうしてね、これだけのことできるんですからね。全く感じさせませんでしたね。さすがにリングが上がったですね、プロですね。あ、待ってください、マイクを持ちました。おたけ、そろそろ組むか。その辺で待ってた。レベルさん、この間ゼロを邪魔しに来た時の私たち3人の内緒話実現しそうですよ。やりましょう。あー、毒と毒とが混ざり合ったようです。いや小鉄さん、そしてまあ、言葉のやり取りがありましたけれども、はい、まずこの両者が握手して、そして今デビルがずっと見てたんですね。そうですね、デビルがこれに加わるようですね。まあどういう形で絡むのか分かりませんけれども、これはどういうことになりそうですか。どうでしょうかね、難しいですね。これにさらにはですね、ガイアには長与千草もいますから、おそらくこの辺も絡んでくるんじゃないかと思うんですが、はい、さあ今後の動向がますます注目ということになりましたが、とりあえず方向性は見えましたね、今日の試合で ね。もしやったらですね、女子プロを制覇しようとしてるんじゃないですか。かもしれませんね、はい、今各団体でそういった動きが出始めていますが、これはすごいタッグが出来上がったものです。北斗晶と尾崎真由美が手を組みました。おおやめる前に一つだけお願いがあります。一試合だけ私をオズアカデミーに入れてください。お願いします。普通だったらダメだけど、もうすぐだから佐藤もいいって言ってるし、じゃあ一日だけ、展開が始まったようです。まあ引退も近いキャンディーオークスが1日だけオークスアカデミーに入学するようです。どこで戦うのはまだ未定です。元を正しいえば他団体の選手ってさ、あんま好きじゃないしさ、うん、変な話、ガイアの中にもあんまり溶け込めてないとこ分かるだからどっちにしてもほら、あんまり他団体の選手っていうのは好きじゃない。こう仲良し恋しになっちゃったら、やっぱりそれこそ
女子プロ界対抗戦始めばってなってダメになった元だと思った。それが、うん、だから元を正すこともしたくないけど、面白いと思ったやつは組んでもいてもまあいいかなっていう感じで、うん、カンドリ以来かな私他の団体のやつと組むって。そうかな、だから合うか合わないかもう答えは一つだから、まあまあいいんじゃないっていう答えは全く出てこないね。彼女とは本当に二人とも二人の色が消せないでっていうかさ、うん、似てるからダメなんじゃなくて似てるから良くなるかどっちかだと思うね。そしたら大変な、それこそ尾崎が新大阪で言ったどこにも負けない道具になるんじゃないの、うん、尾崎も少なからずその言葉待ってたんだよって今日言ったから、うん、あっちも待ってたんだろうしね、うん、でも尾崎には一言言いたいのは今日の私は本当の私だと思ってもらっちゃ困るっていうことだよね、うん、リングの上で並んだだけでかっこよさそうな、うん、それだけで花がありそうなタッグチームじゃないかなって自分で思いますけど、戦っててもねこれだけまあ対戦相手でもこれだけこう息が合うというか、だから組んだらバッチリでしょまあ北斗と組むことによって、うん、北斗と組むことによってこの間3人で話した内容に一歩近づけたかなって感じ。福岡光振りました。おーおーおーっと、なんとなんといい動きを見せます。バックでセカンドに、おーっと今ラオプで打ったかな。デビルマサミが出てまいりました。さあお得意のパワーボール、すごいスイング、ラリアットーク、これはかわします。サイドを持って飛ばしていったのは福岡です。あーとお上品ではない言葉を出しました。おーとやられました。これには怒りましたデビルマサミ。さあ必殺のパワーサップエロス、フルコースにはなりませんでした。ミサイルキック、あちょっとこれ距離がありましたね。スウェーバックというかバックステップで避けられてしまいました。もう一発、巧みにこう勢い殺してますね。そうですね。今度は対角線から、今度はどうでしょう、今度は飛びました。ゾンビのように起き上がったデビルマサミ。宮口と合体できるか。あーっと同士打ちです。おお、かかと落としこれとかやっぱり宮口と福岡ですね、即席タックですね、ちょっと若さが出ております、はい、さあ空振り、おお、しかし背中に向かってラリアット、レグラリアット、ジャパニーズクラッチホールド、ジャパニーズレッグクラッチホールドはカウントは、あ、肩が上がってるとよく見ています。さあデビル、かなり気合が入っています。今デビルの負けじゃって言ったんですか。あ、今スリー入ってた、カウントがスリー入ってたと。あ、自分で申告してるんですね。自分で負けたをやったことを認めたんですね、ええ、デビルの負けじゃと言った、ええようです。あー、下がってしまいます、下がっていってしまいました。結局デビルはこのままリングに戻らず、結果はデビルの試合放棄によるノーコンテストとなった。各選手の控え室があります。これは赤コーナーの控え室。皆様ご覧になった通りの経緯のことしか今自分の方でも思い当たる節がないというのは正直なところです。またマスコミ皆様および本日お目になったお客様にも大変なご迷惑をおかけしてしまいました。自分がお目になったからどうなということではないと思います。すべては自分ら JWP の責任でございます。どのようなご批判でも甘んじて受ける覚悟でございます。微妙な判定ながらそのプライドからか自らの敗北に固執し、そのまま会場を後にしたデビル。しかしこの予期せぬ女帝の反乱は大きな波紋を広げるに違いない。関西欠場、エースのいない JWP に再び激震が走る。
回のプレゼント、まずはこれ。このヘビ君は実は映画アナコンダの T シャツです。これはこれを5名様にプレゼントします。さらに、ジェイドラピーのこのタオルを5名様にプレゼントします。宛先はこちら、ご応募待ってます。ところで尾崎さん、インターネットノベルオズマッキー落ちるとこまで落ちましたね。おいてじゃねえよ、これから巻き返しがあるんだよ。ということは何か秘策でもあるんですか。何言ってんだよ、それをみんなで考えんじゃねえかよ。このアドレスに送ったかいや。それは無責任っすよ。アナコンダガール福岡ひかりからのお知らせです。9月からロードショーの映画アナコンダ、迫力あってもうハラハラドキドキしちゃうんですけど、なんかヘビが人間を襲うっていう、こういう言い方が合ってるかは分かんないんですけど、でも、襲って殺すその迫力とかがすごくて、もう皆さんにぜひそれを見てほしいですね。JWP 観戦の後はぜひアナコンダを見てくださいね。さよなら、さよなら、さよなら。次回の JWP 女子プロレスはピュアハートフェスティバル後楽園大会の模様をお送りします。オクスのファイナルランに。